突然ですがモンスタースポーツのタイプ B、 やっぱりこの形好きなんでシフトノブ R 図にしたんですけれども、握り心地がしっくりせずにですね、これモンスタースポーツのタイプ B のこの長さと形がちょうどいいんですね。これ 1.25 ピッチのですね M12 のタイプ、これ中古で購入しましたよ。奥が 1.25 のこの山と M12 のはずなんですけどね、これね、そういう品番で手配をしたんですが、なぜか閉めても入っていかない。こちらは 36GPUS と景品アルトワークスイモネジで止めるタイプです。ということでタップが甘いのか切れてないのか、ちょっとこの 1.25 これピッチっていうんですかね、これの12のタップでですねちょっとほじくってみたんですね。ただこれ入り口がすね、入ったらスッと入ってきましたね。実はこれ入り口が切れてなかったんかもしれないですね。もっとギュッと締めたら入ったのかもしれませんけど、わ全然入らへんわ言ってね、これライト当てて中も覗いてみたんですけどね、なんかネジ切ってるようには見えなかったんでね、あーって転がっていきましたけどね、タップは切らんでもよかったみたいですね。はい、まあ一応ねちょっと念のためにこれやってみたんですけどね、タップ切りでこれねちょっと油をさしてやってみたんですけどね、まあ切れてましたね、ほとんど削れてなかったんでスーッと入っていきましたんでね、まあよかったよかったなと思いましたけどね、これもう返品しようかな思ったんですけどね、これ間違ってきたんかなと思ったんで、まあとりあえずタップ切りあったんでですね、これでクリ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 やったらなんとかなりましたんで、このビットだけ買ってきたんですけどね、この 1.25 の12っていうのね、ホームセンター行って探してきたんですけどね、まあこれなかなか 1.75 いうのはね、置いてあって、まあないんかなと思ったら置いてあったんでよかったですけども、はい、これね、奥の方ですね、奥の方の頭の方に、こうタップが切ってあるんですね。はい、サラダ油でベタベタワークスライシングになりましたけどね、ファンデのため奥まで、やっていきましたけどね、これで、つけやすいとは思うんですけれども、まあ何やってなりましたけどね、うわーこれ返品かなーって、まあ一応ねこれなんでシフトノブね変えて、まあちょっとしっくりこなかったんでね、まあもうほんまに間違えて買ったんかなって焦るけれども、とりあえずですね、結果オーライですよということですね。はいはい、これ 36GPUS とメリークリスマス、ちょっと早いですけどね、ヘルメットにも書いときました。今回のイベント用に書いておりますよ。はい、ということでね、地味な作業やってますけどね、まあこれはせずに大丈夫だと思います。そしてですね、R's のね、シフトノブちょっと、太いタイプですね、まあそちらがちょっと余ってしまいますんでね、まあこれはちょっともう私使わないかなっていうことなんで、これですね、R's についてクイックシフトノブですね、クイックシフトとセットで買ったやつなんですけれども、まあこちらね、モンスタータイプにね、C タイプっていうのがあるんですけど、それと多分これ同じちゃうかなと思うんですけどね。はい、ということですね、これまあモンスタースポーツでこれ名前入れてるだけだと思うんですけどね。はい、まあこれちょっとオークションじゃないですけれども、ちょっと買っていただけたら、まあネジ切ってあるんでね、まあアルトワークって勝ち込みタイプなんで、あれプラスチックめくってね、タップ切ったら入れたり、まあちょっとこれ M12 なんで、あれ10ミリになるんかな、ちょっと M17、まあちょっとこれやり方ミンカラとかで載ってたんでね、タップ切りでネジ切ったらね、つけれるかもしれませんし、まあネジ、切ってるタイプのお車をお持ちの方はですね、まあ使えるんかなと思うんで、またですね、欲しい方はお声掛けいただいた、まあオークションかな、また 36GP のオークション、お昼の12時、12時15分からやるんやったかな、まあそれにもしねご参加していただけるんやったら、ぜひですね、ご参加くださいということですね。はい、まあ、ということでね、まあとりあえずこれいろいろやってきたんですけど、結局タイプ B に戻ったっていう話なんですね。クイックシフトに、タイプ B をつけている動画となりますよ。で、まあ、このね、これ何でしたっけ、タイラップですね、
この蛇腹の方を上げようと思ったんですけど、上げなくていいようになりましたね。はい、まあもともとこれがついてたんでね、まあちょうどいい、これね、ほんと一番しっくりきてたんですね。まあそれプラスクイックシフトに変えることによってですね、今までよりもちょっとこうクイックになった感じがしますね。シフト操作がですね、まあちょっとこうスポーティーになったっていうんですかね。まあこれでね、ちょっと操作ミスが減ったらええなっていう、ギアチェンジのですね、ミスがなくなったらええな思ってますけどね。まあまあ3速入らん時とかね、焦りましたけどね。やっぱりシフトチェンジをね、ミスってしまうとね、やっぱりまあタイムそんなに気にはしてないんですけど、やっぱりちょっと遅れますもんね。それでね、スタートが遅れたりしますので、まあ、しっかりとできるように、安全に運転できるように、やってみようかなと思って、36GP の準備を兼ねて、なんとかですね、しっくりすることができましたって話なんですね。まあ、これ見てもらうと分かるけど、ストロークがね、めちゃくちゃ短いです。もう、クイッて入れてコンって入る感じですね。この短さですね。まあ、ちょうどいいですけどね、私にとってはですね。すごく楽になりましたね、運転が。気持ちいいですね。サクサクって入る感じですかね。またね、これ 36GP でね、どんな感じかなと思ったんで、これ握ってもらったらいいかなと思うんですけど、私おるときにですね。はい。まあ、ということでね、まあ、これ比べたら全然長さ違いますね。やっぱこの分、このね、短い分、下に下がってたんでね、かなり低く感じたんで、小さいなと思ったんで、まあ、これ、やっぱりタイプ B が私は好きですね。タイプ A もね、持ってたんですけど、これは、お譲りしたと思うんですけどね。はい。まあ、こんな感じです。もうちょっとですよね。もう気持ちいいですよ。私は、これしっくりきましたっていうので、まあ、ご紹介となりました。はい。まあ、これで、なんとか 36GP 走ってみたいなーなんてね、思っております。はい。このストロークですね。ということで、ワクワクワークスレーシング。ということで、これヘルメットに 36GP ウエスト、そしてですね、こちらシフトノブ交換しましたっていうのと、まあ、タイヤの方にも 36GP ウエストですね。はい、これの型紙とですね、ペン持っていくんで、また塗りたい方は塗ってください。チャンネル登録よろしく。